かお庭に入るか。じゃちょっと稽古してきますね。春夏秋冬あるけれど。田中夏樹です。私は今三沢航空科学館に来ています。そして私の隣には2人の男性がいらっしゃいます。じゃ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 ん。どうも青森県スイマスギャラリーの北野ごぼうです。よろしくお願いします。どうも三沢航空科学館スタッフ矢幅くんです。ごぼうちゃんよりキャラ強い。本当ですよ。いやいやいや。僕より面白そうな格好してるのやめてもらえませんか。一般人でございます。ちょっと今日はキャラ濃い2人と一緒にいるんですけど、なんと三沢航空科学館の方から遊び倒していいよっていう撮影許可をいただいたので、今日は2人で遊びつつ矢幅くんにわからないことをどんどん聞いていけたらなと思っております。はい、2人ともよろしくお願いします。お願いします。らしいって聞いたんです。そうなんです。新型コロナの影響で、登場体験ができなかったんですが、ようやく、子どもたちお待ちかねの登場体験ができるようになりました。実機を展示していて、自衛隊さんや米軍基地さんで実際に使われていたものなんです。F104。これが航空自衛隊から払い下げられたもので、実際に乗ることができます。じゃあ私先に行ってきます。はい、どうぞ、行ってらっしゃい。なんか遊園地のお兄さんみたいな。ちょっと汗短いから届かないんですけど。こんなにボタンあるんですか。はい。わあ、結構動く。すごくないですか。うちの課の専門のスタッフの方がですね、一つずつ説明しながら体験できるので、詳しい説明聞きたい方とかはね、実際に来て乗ってみてください。合いますね、ごぼうちゃん。ちょうどいい。昔こういう仕事してました？もしかして。ありました。かっこいい。かっこいい。コックピットといえば、セリフ1個言っていいですか？お、どうぞ。アムロ、行きまーす。行きましょうか、やはりね。行きましょう、行きましょう。ごぼうちゃん、おいでこ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。動け、動け、動け。じゃあ、続いて中に入りたいと思います。行きましょう。さあ、航空ゾーン入るとすぐに、リードル号のレプリカが展示してあります。この青森県三沢から出発して世界初の太平洋無着陸横断飛行に成功した飛行機なんですね。ここも展示しています。置物にはいいですね。そうですね。もちろんごぼうちゃんさんお家が広いでしょうから、こういうの1機2機とかお庭に入るか。入る方かわしゃ。飛行機の中は当時のままそのまま残されております。今と飛行機とだいぶ違うってわかります？狭いですねちょっと。あ、その通り。当時はね今ほどの技術がなかったので、よく見ると新幹線っぽくないですか？似てるそっくり。言われてみれば。実はそれと同じような形になっていまして、今では荷物が落ちないようにこういうのじゃなくてバタンって閉める扉式になってるんですけど、昔はこういうふうなただ乗せるだけであったりとか、もう今では許されない中でタバコを吸うこともできたんです。大好き、灰皿大好きなんで、この YS11 展示してあるところ、いくつかあるんですが、中に日常的に入れるところは多分どうかだけだと思います。ここにお金取ったりするとこもあったりします。マジですか？じゃあそれをね入場料払うだけでこんなじっくり見れる。そうなんです。大空を飛ぼうっていう体験コーナーに行きたいと思います。先になんか事前チェックを注意事項を読んでチェックして中に入ることができます。矢幅くんとごぼうちゃんは乗るんですか？乗らないでー。なんで乗らないの？ちょっと私いろんな事務所的に NG がありまして結構高いところからはいまだ行く。まだですか？ちょっと私の見てよかったら乗ってください。はい、頑張ります。生きて帰ってくる。大丈夫です。緊張してきたわ。何されるこれ。高い高い。意気込みもへったくれもないよ。体ガチガチで身動き取れ。どうなるか分からん。高い高い。続いてはこちらに乗りたいと思います。こちらはプロンフォンといって空気の力だけで皆さんを浮かせる装置です。中は、複数人で体験することができるんでね、3人揃って中まで体験してみましょう。お待ちください。よろしいですか？はい。ではスタートいたします。行ってらっしゃい。行ってきます。完全に持ち込められた。何が起こるんだろうな。すごい結構さ。ちょっと背伸びたね。あ、かもしれない。ちょっと、ね、上半身が伸びた気がする。やめてやめてやめて。短足だからバレるから。これから話。ちょっとだけ吐きそうになった。こちらが宇宙ゾーンというところで、はい、宇宙を体感することができる、ゾーンとなっております。宇宙探査ミッションで月、火星、そして冥王星の重力を体験することができるっていう装置です。ジャンプ。え、もう終わり？ずっとやってた。こんなに星で違うんだね。でも若干軽いねやっぱり。すごい鉛みたいな重いですね。すごい。ありがとうございます。楽しかった。今だってお尻重いもん。いつも重いんだけど、いつもより重い。すごい。緊急企画、反射神経対決。急に何？なんか三沢航空科学館にはこういうボタンを押して自分の反射神経を試すものがあるので、ちょっとこれでね、もうちょっと私対決したいなと思ってます。対決すんだこれね。最高これいくらなんですか？最高さん。はい、こちらのパイロット入門の反射神経テスト、最高がマックスで47点まで取れるんですが、はい、そのうちカンで今まで見た皆さん45点を取った方がいらっしゃいます。ぜひそれを目指して2人には対決をしてもらいましょう。平均とかあるんですか？月立さんが書いてくれてる。本当は今日月立さんがね、アテンドしてくれる予定だったので、今日は声が出ないということで、普段で。ああ、なるほど。おお、40年。いけばなかなかなそうです。格闘技の経験あるので。おお、反射神経にはね、自信ありますよ。ごぼちゃんに勝ったら一発ギャグやらせます。ちょっと大きい声でここでやらせる。じゃあ、いきますよ。よろしく。レディーゴー。どうした？おかしいと思ったもん。全点倒ね。何このゲームと思ったわ。いきます。レディーゴー。結構早いかもしれないこれ。やば。おお。押すの強くない？ボタン壊れちゃうからこっちだ。力入るんですよ。ほら、どうだ。ちょっと速い。これマジ力入る。やばい。え、本当にこれ勘弁してや、もう。私初めて見る、ごぼうちゃんの。きつ、マジと。なんでこんなことなの。陽気な国会議員。ホップ、ステップ、国家予算。ありがとうございました。もう帰らせて。もう帰らせてくれ。こんなん聞いてない。はい、ということで今日は三沢航空科学館、本当に遊び尽くしました。ありがとうございました、山本君。こちらこそありがとうございました。すっごい楽しめました。よかった。はい、大空飛ぶのは見てはいたんですけど、実際やったことがなかったので、人間ではなく物として運ばれているんですね。荷物扱いされてる。荷物扱いされてる。もう全部面白かったですもん。ありがとうございます。どうでした、こぼちゃん。次来るときはね、彼女3人ぐらい連れてデートスポットとして、そう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 、これあるじゃないですか、これアプローチ法ですね。あれを女の子と一緒にやることによって一緒にこう緊張感を味わう、吊り橋効果的なのを期待しながら、それもいいかもしれないです。そんな楽しみ方もあるなって思いました。ぜひぜひね、他の方もね、まだ紹介してないところもたくさんあるので、ぜひ遊びに来てくれたらなと思います。皆さん遊びに来てください。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後はごぼうちゃんの一発ギャグでやめろっつの自己紹介します。5と1でごぼう、ありがとうございますなんでこんなギャグ2回目やってする俺何しに来た、俺は三沢にさすがですね。やっぱごぼうちゃん良かったですね。こっちもちょっと稽古してきますんで。そんなやんならいいよ。これはなんか期待できそうですね。じゃあなっちゃんのギャグです。お願いします。はい、自己紹介します。春夏秋冬あるけれど、私は夏が、あ、ちょっと。ごめん、もう一回。これはひどい。なっちゃんの額です。はい。自己紹介します。春夏秋冬あるけれど、私は一番夏が好き。なっちゃん。よいしょ。ありがとうございます。頑張りました。すごい、それはすごく伝わりました。可愛いっしょ。素晴らしいと思います。ちなみに何点でした？辛辣ですね。お疲れ様でした。